どうも。こんばんは。まったり行きましょう。今夜もまったりね。よろしくです。肩の力を抜いてまったり行きましょう。今ね、すき焼き食べ終わったところですね。なんか安い肉悪くないんだけど、ちょっと牛脂入れすぎて脂っこかったかなとか思って、ちょっと口の中がギトギトしてます。僕は肉はやっぱ和牛がうまいね。はい、こんばんは。エルビン、こんばんは。どう調子は？お札ありがとう。調子どうだい？うまくいってる？いい感じ。エルビンさん、言ってます。うまくいってる。あ、よかった。みんながうまくいってるといいよ。みんながうまくいくといいよ。
メートル洞窟さん、お札を3個プレゼントしました。お札ありがとう。こんばんは。こんばんは。今俺何位なんだろう。ストレッチ。体かったい。ガッチガチだ。せっかく良くなったのに。ノンラブさん、和田さん、疲れてません？ノンラブ疲れてるよ。ボロボロだよ。ノンラブ頑張ってるね最近。すげえ配信頑張ってて、うん疲れてる。でもノンラブ頑張ってるから俺も頑張るよ。一緒に頑張ろうね。一緒に頑張ろう。ねえ。来てくれてありがとう。最近来なかったから寂しかったよ。嬉しいよ来てくれて。どう配信カメラ大丈夫だった？カメラ大丈夫だった？使えた？ひまわりのマークいいかもね。ノンラブはなんか似合うよ。ひまわりいいと思う。ノンラブさん、カメラ OK です。カメラ OK だった。よかったよかった。あー体カッチカチだ。一体運動不足だ。体が硬い。あーひどい。これはひどい。どういう形だな。ノンラブさん、今日お風呂にお湯ためて入ります。うん、ゆっくりね。ノンラブともね、いつかね、会ってね、ご飯でも食べたいね。捨て頃の時ね、タイミング合えば会えそうだったけどね、タイミング合わなかったね。俺がそっち行くか、東京来た時は飯でも食おうよ。ノンラブさん、うんうんうん。ん？どうしたの？ん？何？何？うんうんうんじゃわかんない。ノンラブさん、今流行ってる。今流行ってんの？うんうんうんって流行ってんの？うんうんうん。うわー体が錆びついてる。これはひどい。
ひどいな。ノンラブさん、マッサージ行きたいですね。行きたいね。マッサージ行きたいね。いいところあるんだよ。5000円でね、歌舞伎町でね、5000円か6000円で1時間半ぐらいやってくれるところあるんだよ。中国人のマッサージすごいうまいところ見つけて、歌舞伎町で24時間やってんの。そこはね、外れないね。中国人のマッサージ、なんか中国式のマッサージなんだけど、すごいいいね。体軽くなるね。捨て頃の試合の前の日とかよく行ってたね。捨て頃で疲れが溜まった時とか。ノンラブさん、マッサージやってもらうとすっきりしますよね。すっきりするね。体が軽くなるよね。ね、体が軽くなる。開放さん、こんばんは。はい、開放、お疲れ。チケット当日の取り置きにしようか。あの、和道って言ったら、和道って言ったら入れるようにするから。和道 OK で、1時半から1時から開演だけど、どうする？頭から来んの？開放さん、オッケー。俺の出番はね、15時ちょいかな。あ、じゃあ3時半だったかな。詳しくは俺のツイッター見といて。まあ音楽好きでしょ、開放。結構熱いバンド出るから、サブカル界隈で有名なバンドいっぱい出るから。少年ナイフ楽しみなんだよね。少年ナイフ一緒に見ようよ、ね、あ、違うか。その前に団感色で会うのか。その時にチケット渡すわ。そうだそうだそうだ、会うんだ。その時でいいよ、チケット渡すの。開放さん、秘密の都は見たことある？あ、そうなんだ。バンド好きだもんな、開放な。どう最近？っていうか痩せたな、頑張ってるな。痩せたな。あの、顔久々に見たからびっくりしたよ。痩せてた、頑張ってる頑張ってる。うん、少し健康になってきたでしょ、運動してるから。顔色も良かったし、うん。ノンラブさん、解放タンは恋してる。解放恋してんの今。なんでわかんの？解放恋してんの今。ノンラブは恋してる？ノンラブは恋大きい女だからね。すぐ配信者好きになっちゃうからね。あ、そういえば彼氏できたって言ってたね、この前ね。解放さん、彼氏ができた。あ、彼氏できたんだ。よかったじゃん。よかったじゃん、おめでとう。あ、そうなんだ。恋の季節だね。ノンラブさん、彼氏いる、わらわらわら。そうだよね、彼氏いるもんね、ノンラブも解放も。あ、そう、みんな彼氏いいんだ。よかったよかった。え、言ってたもんね、ノンラブ彼氏できたって。彼氏いい人？あ、そうか、みんな彼氏できたのか。いいことだ。解放さん、優しい人だよ。ああ、いいね、優しい人が一番いいよ、そばにいて。ノンラブさん、彼氏にお弁当を作ってもらいます、わらわらわら。え、お弁当作ってもらってんの？いいね、幸せだね。俺ものんちゃんにご飯作ってもらうの幸せだもん。そういうね、些細なことが一番幸せだよね。バーガーをプレゼントしました。バーガーありがとう。今日一発目のアイテムありがとう。
あざーす。ありがとう。うわ、体ひどい。お、延長するんでアイテムお願いします。そっか、みんな恋の季節だみんな彼氏できていいね。アトムさん、お札を3個プレゼントしました。はい、アトムさん、ありがとう。ノンラブさん、私結構マッサージうまいですよ、うん、和田さんマッサージしてあげたい。それそれ、解放から言われてとんでもないことになったんだけどトラウマ思い出した。本当にうまい？ノンラブ、俺解放にマッサージうまいって言われてクソ下手だったっていうのが、解放と出会ったばっかりのことだったから。ノンラブさん、わらわらわら、トラウマ思い出すわあ、もうマッサージ、もう女の人のマッサージうまいは当てにならないカイホーさん、刻意言いすぎ。いやー、ひどかっただろう、本当に。まあでもあれも面白かったよな、いい思い出だよな、カイホーな。閲覧すごかったもんね、2人で700ぐらい叩き出したもんな。700じゃないか、800ぐらいいったか、あれ面白かったよね。あ、首が回るようになってきた。あ、いいや、首が回るようになってきた。解放さん、うん、楽しかった、ね、その後にちゃんとした整体を行ったんだよね。そう、解放がおごってくれたんだよな。あそこだよ、俺がさっき話してた中国人のマッサージ、あそこ上手だよね、歌舞伎町のね、マッサージ、あそこいいよね。解放さん、うん、よかったね。ノンラブさん、和田さん、鉄分取ってますか？顔色白い。それね、リスナーさんからも前に言われて、鉄分不足だって言われて、最近ね、ノンラブ聞いて、最近こんなの取ってる。ね、鉄分、マルチビタミンと、亜鉛ちょうだい、無理か、次枠行こうか。亜鉛と鉄分だから、鉄分、亜鉛と鉄取ってるから、俺の体サイボーグだよね、半分ぐらい、うん、鉄でできてる、僕の体は鉄でできてる。俺のことサイボーグって呼んで。撮ってるんだけどね。お札をプレゼントしました。お札ありがとう。お、サボちゃん久しぶり。珍しい。生きてたか。生きてた、サボちゃん。仕事サボってる、相変わらず。久しぶり。アイテム買ってない、すみません。あ、いいよいいよ。アイテムあるとき、いっぱいたくさんもらってるから。また次枠行くよ。もしよかったら次枠も来て絡んでよ。最近節約も、自炊もたくさんしてるし、バイトもしてるし、節約節約で、うん、うわ、体がやばい。バイヤー、ラビットさん、お札をプレゼントしました。ラビットさん、ありがとう。ラビットさん、ありがとう、お札。ノンラブさん、延長チケット高いですよね、うん、延長チケットは1回50円だね、1回50円、うん、だから、4時間完走で350円だね。でもさ、塵も積もるとね、1ヶ月2万。あ、ありがとう。プレゼントしました。ライムさんからいただいたんで延長します。ライムさん、ありがとうございます。
ありがとう。ライムさんありがとう。延長間に合うかな。間に合うか。ありがとうね。ノンラブさん、花火。花火パチパチありがとう、ノンラブ。だ多分間に合ったと思う。そうなんだよ。だから1ヶ月2、3万いくからね。だから収入の10分の1は延長チケットに取られるよ。まあ言っちゃうよね。超仕事サボちゃんさん、延長つ。延長つありがとう。なんだろうこれ。何この古いアイテム。何これ。こんなの持ってんのサボちゃんだけだよ。何これ。本命チョコってなんだ。いつのアイテムだよ。バレンタインじゃないの。俺このアイテム見たことないよ。本命チョコって。いつのアイテムだこれ。俺がまだ配信始めてない。超仕事サボちゃんさん、アメちゃんもあげるの。あげよう W。 なんでこんな古いアイテム持ってんの。チョコレートっていつのアイテム知ってるの。ラブ俺見たことない。多分バレンタインだよね。チョコバレンタインだよね。アメちゃんありがとう。コレクターかな。超仕事サボちゃんさん、コーチしてた W。 コーチしてたんだ。去年のバレンタインは違うアイテムだと思うから、多分 2,3 年ぐらい前のアイテムじゃないかな。ノンラブさん、チョコレートのアイテムは課金ですよ。あ、課金なんだ。ごめんごめん。あ、サブちゃんありがとう。ありがとうございます。お、シャちゃん、うん、ごめんね。ちょっとあれだわ、タバコ取ってくるわ。ノンラブさん、和田さんが調子に乗るように一曲。調子に乗るように一曲？ん？ノンラブさん、では一曲をお聴きください。テンツクテンテンテンツクテンテンテンツクテンツクテンツクテンテンテンツクテンテンテンツクテンツクテンツクテンテンテンツクテンテンテンツクテンツクテンツクテン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 ツクテンテンツクテンツクテンツクテンテンテンツクテンツク。そんなん、そんなんあるんだ。超仕事サボちゃんさん、WWW。 いや、ノンラブすごいね。そんな技持ってたんだ。テンツクテンツクテンツクテンテン。あとさ、あのこの米ビューのさ、あーって知ってる？びっくりマークにあははって書くとあーっていうの。超生々しいよね。なんなんだろうこれ。なんか急にね、バージョンアップしたら急に声が変わったんだよね。こんななんだ。テンツクテンツクテンツクテンテン。ノンラブさん、アハハ、解放さん、知ってる、アハハ。怖いよね、このアハハ。生々しいよね、なんか。白ガネーゼみたいな笑い方なんだよね。アハハ。出ない。そのキーが出ない。そのうち本当に AI が進んだ、勝手に喋り出すんじゃねえの。パソコンとかスマホが。怖いぜ。自分より頭のいいデバイスができちゃう。俺だって思うもんね。あのもう Windows XP あたりからこいつ俺より頭いいって思ってたもん。まだね Windows 98ぐらいはギリギリ勝てるって思ったけど、もうね、XP あたりから、あ、こいつ俺より頭いいぞ、結構はるかにっていう。怖いよね。もう iPhone なんか勝てないよ。あ、首が。
つらたんだね。さっきエセアカのところでコメント打ってた。なんか会いたいな。また調子戻ってきてタイミングがあったらコラボしようねって言ってくれて。いい香りの柔軟洗濯剤欲しいですか？いい香りの柔軟剤欲しいですか？あー、柔軟剤は使ってないかな。あのね、洗濯係がのりこだから、あのりこに任せっきりなんだよ。どうなんだろうね。いい香り、ダウニーかな。柔軟剤は多分使ってないと思うけど、まあ特に俺は男だからあんまり気にはしないけど、まあ送ってもらえたら使うよ。送ってもらえたら、住所はツイッターに書いてあるから便利でしょ。ツイッター見たら住所書いてあるから。結構いろんなもん届くんだよ。ありがたいよね。もう今まで数で知れずプレゼントをもらってきたかんな。芸能人みたいだろ。ノンラブさん、髪の毛の赤色落ちてきた。これね、女性リスナーさんがほとんどが黒くしろって言うから、黒く染めないといけないんだよね。うん、黒にするよ。もう俺赤気に入ってたんだけどね。なんか黒髪がいいって、みんな女の人が黒髪がいいって言われたから、まあね、女の人の言うこと信じた方がいいかなと。解放さん、断肝塾、次回はどうなるんだろう。ノンラブさん、赤色好きなのに。次回はここでは話しませんよ。なんでこんなところでお前企画の打ち合わせしようとしてんだよ。赤色ね、いいよね。俺も赤好きだけどね。なんかシックな感じを求めてるんじゃないの。和道マダムたちはシックな感情を求めてる。クマひどいな、ちょっと。なんか下のここはボコってなってないもんね、普段俺。おっさんだな、もうな。年取ったな。もう若くないぞ。まだ。こう頑張れるけど、30代。ノンラブさん、ツーブロックにして LINE 入れれば。いや、そういうのはいいや。もう若い頃いっぱいやったから。なんか生きってるみたいになったら嫌じゃん。あいつ33で生きってるなって。もうどうせやるんだったらドレッドとかにするよね。ノンラブさん、わらわらわら。エクステとか編み込みとかつけて、どうせ生きるんだったらもうとことん、もうボブマーリーみたいにしようよ。生きってるなーって、あー中途半端じゃないなーっていう、モヒカンとかさ、生きるんだったらとことんやろ。そうしよう。
ノンラブさん、最近どれさんピカチュウになってる。そう、まあまあピカチュウみたいなもんだからね。もう俺会った時にはあピカチュウだなと思ってたから、うん、あれじゃん、ありのままの本当の姿になってきたんじゃないの。なんかポケモン多いね。ピカチュウだとかミュウツーだとか。匿名取氷窟さん、お札を3個プレゼントしました。お札ありがとう、うん、今俺何位になってる、これ DVD 今何位、これ20位までが上に行けるんだっけ。ノンラブさん28、28まで落ちちゃったの。昨日 10位だったのにな。あ、そう、じゃあ今回予選落ちかな、うん、俳優やってみたいんだけどね。ライムさん、お札を3個プレゼントしました。ライムさんありがとう。そっか、今回予選落ちかな。まあ本戦行ったことねえかな俺。でも今回あのモデルオーディションとかさ、ツタヤの DVD になるからこういうのは受かってみたいよな一回でもね。俺アメリカ人のさ、あのジョーカーの CM 大爆笑したもん。あんな一生の思い出になるよな。ああいうの受かってみたいな。俳優とかもやってみたいからさ、一回。ほんと夢なんだよ俳優いつかやるの。俳優もそうだけど自分の映画も撮んねえとな、一番になったこと何にもねえな。なんかで一番になってみてえな。生まれてなんかで一番になったことあるかな俺。生まれて一番一回もなったことないかもな。なんか走るの遅かったし、勉強もできなかったし。なんかで一番取ったことある、みんなは。奥様みゆきさん、お札を3個プレゼントしました。みゆきちゃん来てくれた。みゆきちゃんいらっしゃい。カバンのメンテナンスでもするかな。カバンのメンテ。ノンラブさん、給食食べるの一番。あ、それは俺も一番。おかわり一番ね。学校の麻婆豆腐美味しかったな。懐かしい。それはね、俺も一番になったことある。食いしん坊でしょ。食いしん坊。食いしん坊なら負けないよ。みゆきさん、仕事で営業一番。ああそう、あ、営業やってたんだ。すごいね、トップ営業マンだ。かっこいい。さあメンテナンスするか。営業で一番取ったことあんだ。い
やっぱね、一回はてっぺん取りたいよね。何かで生まれたからには何かで一番だよね。あった。リスワンは、リスワンは撮ったことある。リスワンかな。リスワンは10ヶ月ぐらい撮った。昔。それくらいかな。俺の人生のハイライト、リスワン。リスワングランプリ。情けねえおっさんだよな、ほんと。一番取るの大変だからね。すごいな。へいし。嬉しいよね。でもね、仕事でね、認められると、一生懸命頑張ってることでさ、認められると、かずみちさんが逆三角花なくて星パチパチ、奥様みゆきさん、でも大変よ。大変だよね、営業はね。大変だよね、クレームもあるしね、間違えるとね。俺も営業やってたよ昔。わかる、すごい大変だよね。俺はテレアポだったけど、テレアポと、まあ訪問も、訪問つうか、まあ訪問のサインアップとかもやったけど、大変だね。まあ仕事は何でも大変だよな。楽な仕事なんかないよね。様みゆきさん、おかげで今は楽させてもらってるわ。なんかね、島田紳助さんが言ってた、人生一回だけでいいから3年間死ぬ気でやってごらんって。3年間死ぬ気で何かをやってごらんって、人生変わるよって。クラリネットは嘘をつかないさん、こんばんは。こんばんは。何でもいいから、どんなくだらないことでもいいから3年間本気でやるんだって。そうすると人生が変わるって。その何かを見つけたら、これだって思ったものはもう3年間だけだと思って、きっと。炭酸石の上にも3年とすんすさーさん、せ
やっぱ何事もね、3年間は続けないとね、形にならないよね。成果が出始めるっていうか、形が見え始めるのが3年だもんね。3年は絶対必要だよね。よいしょ、水分補給完了。水分補給完了です。で、水分と油分、ミンクオイル塗ります。冬場はね、クラリネットは嘘をつかないさん、ヘルツのバッグはおしゃれだな。ヘルツのバッグわかるんだ、すごいね。嬉しいよ、ヘルツのバッグいいよね、一生ものだからね。便所太郎さんも褒めてくれた、あとそのバッグいいねって、かっこいいねって。メンテナンスしないとね、革はダメになっちゃうからね。だから手間がかかるよね。九州ダンディさん、いいものの本革は一生もんだからな。うん、このね、ヘルツっていうところもう30年か40年ぐらいやってる老舗のバッグ屋さんで、クラリネットは嘘をつかないさん、育てる感じが好きです。あのこのバッグのコンセプトが20年後に息子に譲れるカバンっていうコンセプトで、要はうちの商品ちゃんと使えば20年使えますよっていうのを売りにしてるの、ここのメーカーは。いいよね。いいものは長く使える。革自体もここ確か自社製品じゃなかったかな、自社工場っていうかなんか契約してて。九州ダンディさん、革は人の顔と同じだからな。おお、人の顔と一緒か。手入れしてあげるとどんどんいい味が出てくるよね、本革は。ちょっとねネックなのはやっぱり扱いが難しい、メンテナンスが必要なのと、あとなんだろう、重たいよね、やっぱあの布の部分とかクッションの部分ゼロで、本革一点物だから、革しか使ってないから重たい、2キロぐらいある。営業とかには向かないバッグなんだよね、営業マンとか。九州ダンディさん、俺も革製品が好きで長年使うと味は出てくるが、糸のもつれがどうしても。あー、糸のほつれか。革の修理屋さんとかに持ってくしかないのか。自分でステッチするっていうのもね、なかなか難しいもんね。九州ダンディさん、手入れしないとカビ生えるもんな。カビも生えるし、カビだったらまだなんとか早めだったら大丈夫なんですけど、あのひび割れっすよね、乾燥してボロボロになってひび割れたらもう二度と戻らないのがそこっすね、ひび割れっすね。カビはまあ早めだったらなんとかなるんですけど、ひび割れはもうどうしようもないっすね。
九州ダンディさん、アルコールでカビを取ってます。あー、なるほど。カビはまだ生やしたことないかな。革製品でカビ生やしたことないな。まあ、月一で必ずメンテナンスしてるから、まあ、多分ね、海沿いとかの湿度の多い地域とかだとカビ生えやすいんだろうな。集団でさん、見えるところは大丈夫、縁の隙間ですね。あー、そっかそっか、縁の隙間とかに入るんだ。ルイさん、ワコ。はい、ルイさん、ワコツ。ルイさん、朝5時起きなんだけど寝たらあかんかな、わらわらわら。いや、寝ないとダメだよ寝な寝な、少しでも睡眠は取らないとお肌に悪いよ。ゆっくり寝、あ、ゆっくりは寝れないけど、深呼吸して、ゆっくり呼吸して深呼吸しながら寝ると睡眠スパッと起きれるから、呼吸を整えてゆっくり息吐いて、ゆっくり息吸って、目つぶってさ、そうすると眠りが深くなるから、もうそれで乗り切るしかない。5時起きか、大変だね。寝な、少しでも。健康が一番大事だよ。リラックス。寝る前に来てくれたんだね。
周囲さん、今日早晩だから寝ないで行くのワンちゃん、白目。少しでも寝な。いい子だから。俺は明日もやってるから。明日おいで。毎日やってるから。自分を大事にしないと。まめさん、こんばんは。はい、こんばんは。ルイさん、明日は何時くらいから？明日は何時だろうな。俺が目が覚めてやりたくなったら。まめさん、お札をプレゼントしました。お札ありがとう。まめさん、10倍お札をプレゼントしました。まめさん、お札をプレゼントしました。お札ありがとう。匿名取氷窟さん、お札を3個プレゼントしました。お札ありがとう。マメさん、今和田さんにギリ勝ってます。おやすみなさい。わら。マジかよ、またマメさんと争ってんのかよマジか。悔しいな。どんどん追い抜かれていくな、マメさんに。マジか。敵に塩を送るんだな、マメさん。おやすみ。マジか。ルイさん、頑張って寝る。矢印、来週は鳥の井で飲んだくれやから仕事だけど。うん、あ、そうなんだ、うん、ゆっくり寝て、また明日会おう。おやすみ。ルイさん、明日仕事終わって寝るまで時間あるはずから、配信してたら覗きに来るんごから。うん、待ってるよ。明日来てね。今日はいい子でお休み。ルイさん、和田さんは鳥の市とか行かんの？鳥の市がよくわかんないな。鳥の市ってなんだろうなんかのお祭りかな。ノンラブさん、この間私の配信に DJ うなちゃんマンコ来たから焦った。あ、来たんだ。素材取りに来てるから気をつけて。うなちゃんマンコが来た時は、あの音声の素材取りに来てるから。ノーモア音声泥棒。あ、じゃあそろそろ曲にされるかもね。チェック入ったか。
うなちゃんマンにリス、うなちゃんマンコにリストアップされ、木の木さん、お札を3個プレゼントしました。お札ありがとう。ルイさん、花園神社でやってる商売繁盛の熊手を売ってるのがメインの祭り屋で。ああ、そうなんだ。行ったことないな、花園神社の祭りは。一回だけあるかな。ね、まあプラッと通りかかっただけで。ああ、そうなんだ。え、何、花園神社で何仕事すんの明日。行ったことないな、新宿も長いけど。一回だけあるかな。ブルームブレラさん、皮磨き職人。職人じゃない、手入れ手入れ。奥様みゆきさん、人すごいいるよ、うん、お祭り花園神社ね。俺ね、人多いとこ苦手なんだよ、コミュ障だから。あの水族館とか、あの寂れた水族館とかね、あの博物館とかのしっぽりした空気が好きな、無言が好きな、シーンとしてる。ルイさん、まあ人多いしな、 WWW そそから居酒屋みたいに座って飲めるとこから。ああ、そうなんだ。俺はね、静かなところが好きなんだ。そういうのをゆっくり、足音が聞こえてくるようなところが。奥様みゆきさん、私も人混みダメ。あ、そうなんだ、みゆきさんもダメなんだ、うん。あー、小さな秋、延長チケットありがとう。人混みダメか。キノッピーさん、東京って人多くない？めっちゃ多いよ、人多いよ、めちゃくちゃ多いよ。東京はすごいよ。ルイさん、東京は人多いけど生粋の東京人は少ないよね、わら。そうだね、東京人は少ないね。就職活動で東京を行ったら人多くて疲れてしまった。東京人はのりこぐらいかな、知り合い。東京生まれ東京育ち、うん。のんちゃんは東京だね。まあ、田舎からね出てきて仕事をする場所だからな、東京は。まあ、奥様みゆきさん、山手線乗るだけイライラします。あー、わかるわかる。匿名取表屈さん、お札をプレゼントしました。お札ありがとうございます。キノッピーさん、東京に住んでて快適？いやー、俺は少し田舎の方が好きだな。特に東京の中でも新宿のど真ん中でしょ。こんなの人が住むところじゃないよね。これはひどいよ、これはひどい。ベッキーさん、満員電車で油汗出して震え出すベッキー、おはよう。ベッキー、ベッキーおはよう、ぬん、うん、ベッキー油汗出しちゃうんだ。キノッピーさん、何で新宿に住んだの？生活保護を受けるときにね、あの新宿が一番大きな町だったから新宿に来たの。中野の漫画喫茶であの満喫生活してたんだけど、新宿に来たの。ベッキーさん、10倍ヌン。10倍ヌン、ありがとう。
ベッキーさん10倍出たビブル。10倍出たね。今何位俺。今何位。ルイさん、新宿前住んでたけど毎日飲みを困っちゃうから新宿住むのやめたわら。新宿大変だよね。あ、飲み行っちゃうんだ。っていうかルイちゃん寝なさい。お酒大好きなんだね、ルイちゃんは。負け猫さん、おはようぞ。ベッキーさん、今28。ルイさん、10倍。どのふパチパチ。どうも、こんにちは。28か。なかなか上がらないね。上がったら教えて。ランキング上がったら教えて。予選20位までだよね。チトルリン、チトルシネさん、10倍、カバンピッカピカ。カバンね、今やってる、うん、チトルリンいらっしゃい、ありがとう。ノンラブサブさん、あった、ありがとう、ノンラブ。ベッキーさん、10倍で、た888。ねえ、10倍出たね。負け猫さん、登録者1000人超えたら収入はいるんですか。ルイさん、登録者は関係ないよ。それは YouTube。おやすみなさい。それは YouTube だね。おやすみ。また明日ね。それはね、YouTube。ふわっちは閲覧が、あのフォロワーゼロでも大丈夫だよ。収入入るよ。YouTube は1000人だね。広告料受け取るのは。いい団子ソング、おはよう、はどっちからん音符。はい、おはよう。いい団子ソング、お札を3個プレゼントしました。おはよう。負け猫さん、お札を2個プレゼントしました。負け猫さん、ありがとう。ノンラブサブさんさん、あった W。 あった、ありがとう。ノンラブありがとう。発見した。そろそろ上がったかな。25位になった。キノッピーさん、26位に上がったよ。おお、上がった。26上がった、ありがとう。豆子郎さん、こんばんは。はい、こんばんは。20位にならないとね、予選通過できないからね。20位には入りたいな。クラリネットは嘘をつかないさん、お札を3個プレゼントしました。お札ありがとう。豆五郎さん、お札を2個プレゼントしました。お札ありがとう。ランキング上がったら教えてね。銀猫さん、お札を3個プレゼントしました。お、銀猫さん、お疲れっす。お札ありがとう、銀猫さん。いっすいっす。どうすか調子は、銀猫さん。よいしょ。暑いな、ちょっと汗かいてきた。ベッキーさん、衣替えしたのにまた暑いね。ん？
キノピさん、色落ちしないために塗ってるの？ね、皮はね、乾燥してひび割れてから、人間の肌と一緒、水分と油分を入れないとカッサカサになってくので、ひどいと割れちゃうの、パキって。ビーフジャーキーみたいになってパキって割れちゃうの、ひびが入ってくの。それを防ぐためにお肌と一緒だよ、水分と油分を入れてこう整えてんの、乾燥を防いでるっていう感じかな。ゆうさん、さすがです。うん、皮はまあ一生使えるよ、あのちゃんとメンテナンスすれば。お財布とかさ、あの割れてくでしょ、曲がるところとか、あれはメンテナンスしてないからな。ベッキーさん、割れてるランドセルは革なの？あれは本革じゃないの。だからいいランドセルでメンテナンスしてないとああなっちゃう。まあ、ランドセル柔らかい革使ってるから使えるようにはできてると思うけど。キノッピさん、革も肌みたいに手入れしないといけないのか、大変だな。革は大変だよ。カメオさん、和道の額にオフだ。和道つ。はい、和道つ。キョンシーかい。もうすぐ終わるから見てて。で、これでブラッシング。ベッキーさん、今更だけどこのホラー企画夏にやればよかったのに、わらわらわら。そうだよね。あ、公開が夏なんじゃないの。夏に合わせてのスケジュールでしょ。要は視聴者がツタヤのレンタルビデオが夏に並ぶ予定で撮影スケジュール組んでんだよ。映像やってると分かる。ノンラブさん、 LINE に素敵な画像送ったから寝る前に拝んでください。了解。あとで、あの今携帯配信だから後で見ておくね。ありがとうね。それとも今見た方がいい？ベッキーさん、あ、そういうことか。そう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 、だからだいたい撮影が終わってから半年後にあの公開だから。ノンラブさん、いや寝る前に。寝る前でいい？オッケーオッケー、ありがとう。寝る前に見るね、ノンラブ。おやすみ。え、あ、ノンラブ寝る前じゃないのね今。オッケー。なんだろう、素敵な画像ってなんだろう。ノンラブの裸なんだろう。ノンラブさん、寝ません、わらわらわら。カメオさん、うん、江ノ島の映像良かった。電車の駅で握手してたのが良かった。あれがリスナーさん、あのカメオさん知らんけどって知ってるリスナー、もう4年前からずっと見てるリスナーさん、あの人があのアベマ TV のディレクターさんの。ノンラブさん、裸にマッサージなさる素敵な画像。キノッピさん、人間が肌荒れしたくないのと同じで、革のカバンとか使ってラジンからしたら肌と同じで大事にするってことか。ノンラブさん、間違えた。間違えた。人間が肌荒れしたくない。いやいや、見てればわかる。ちょっと待ってて、今見せてあげる。その手入れしてるのと手入れしてないの差を見せてあげるから待って。もう論より証拠だから、ちょっと待ってて。ああなるほどねって一発で分かるから大丈夫よ。こりゃ磨くわっていう理由が分かる。もう2分待って、今ブラッシングしてるから。もう2分。
このバッグがちょうど使い始めて2年ぐらいなのね。で、これは2年間育てたの。これを。それを今見せてあげる。はい、完成。キノッピさん、ブラッシングしてあげないの？ブラッシングしても剥げないよ。皮はそんな弱くない。こういう感じね。で、これが2年使った状態。要はあのメンテナンスちゃんとして。 OK。 クラリネットは嘘をつかないさ。手入れは月始めぐらい。そうだね、月1。たくみさんありがとう。で、俺は1個のパーツだけ実はブラッシングをしてないで油も塗ってないの。要は2年前の状態がこれ。これが新品の状態。味気ないでしょ。このタグだけ別につけてもらったの、お店に。ロゴを外してもらって。全然違うでしょ。要はこれが育てるっていう作業。新品の時はこの状態だったの。どっちがいいよ。皮はね、使えば使うほどもうどん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 良くなるの。骨董品みたいになってくでしょ。わかる？新品だと預けないでしょ。徳名さん、何もしてないとジャッチく見えるな。でしょ？何もしてないとさ、預けない。いや、脳加工の皮だから。これは、いや、これ新品の状態こんな感じだよ。預けないでしょ。それがこう深みを帯びてこう黒光りしていくの。皮が沈んで柔らかくなって。これが2年目。いいでしょ。だいたい5年目ぐらいからもう骨董品みたいになるよ。こんな感じでいい。キノッピーさん、手入れした方が見栄えが良くて欲しくなる。でしょ。だからみんなで育てていくもんなの、自分のカバンを。要はメンテナンスしてない人はこんな状態なの、ずっと。これがどんどんひび割れてってボロボロになっていくだけ。だから革の色でしょ、横とかも。革の色。カメオさん、昭和のような昔のノスタルジーな気分になるね。そう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 、そういうこと。今日のメンテナンス終わり。クラリネットは嘘をつかないさん。全然違う。全然違うよね。キノッピさん、革の財布も同じ感じ？革のものは全部そうだけど、最近のはね、ガラスコーティングっていうのがされてるから、要は最初からピカピカしててプラスチックみたいに加工してんのね。要はあれ、薄いガラスを貼ってるの。だけどあれは良くない。だから本当に革好きは素材のままのやつを買う。ガラスコーティングしてると曲がった時にガラスが刺さって割れていくの。だから新品でピカピカしてるものがいいとは限らないよ。長く使えるとは限らない。こういうのはもう本当に50年とか使える。こういうのはもうちゃんと綺麗に使えばね、20年は余裕で使える。
を延長するんで相手もお願いします、うん、革の財布もだからこういう革もこれも何年使ってるかな、これで4年かな、あのなんだろう、薄い茶色だったんだけどもうこういう風に黒ずんでいくって感じかな、うん、これ4年目すごいでしょ、こう柔らかくくたーっとなってくっていう、そういうね最初から加工しちゃってるのもあるけど俺は育てていくのが好きなんだよね、こういうのはあのこういうピカピカしてるのは加工、これはその手入れしない革、うん、こういうのは塗る必要ないけど、うん、キノッピさん最近は加工した革物が多いの、シューリリさんこんばんは、こんばんは、だからこういう風に綺麗な状態のは要はあの油を塗らなくていいように加工してるんだけど長くは使えない、こういうものは10年20年は使えない、加工した革が多いね。秋月リリさん、お札をプレゼントしました。お札ありがとう、リリちゃん。今何位かな ?26 位かな、うん、?20 位から落ちちゃった。昨日12位とかだったよね。匿名取表口さん、お札を3個プレゼントしました。ランキング上がった?今何位、陰陽師が欲しいな、陰陽師が、秋月リリさん10倍お札をプレゼントしました、お10倍いった、10倍お札ありがとう、渡るさん、お札を3個プレゼントしました。お札ありがとう。ランキング上がったら教えてね。ランキング上がったら教えてね。じゃあ延長します。秋月リリさん、やったぜ。やったぜ。秋月リリさん、園長。キノッピさん、革物は一ついくらするの？革物、どうだろう。これはいくらだったかな。これで、これいくらだったかな。3、4000円だと思う、これで。あのバッグは、あのバッグいくらだっけ？あのバッグいくらだ？あれで5万ぐらいかな。あれで5万ぐらい。で、これが4、5000円、4000円だったかな。YU さん、お札をプレゼントしました、お札ありがとう。まあ物によるよ、メーカーとかブランドだともっと高くなるし、物による、ブランドと物によるね。YU さん、初見です、初見さんいらっしゃい、和道です。キノッピさん、革物専門の店で買ったの？ああ、そう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 。ヘルツっていうところ。ヘルツ、カバンで検索したら出てくるよ。ヘルツ。うん、あの結構老舗で革好きの人だと有名なの。表参道にあるの。ヘルツ。もう日本で革取り扱ってすごい老舗。古いメーカー。ヘルツね。俺長く使えるものが好きだ。
秋月リリさん、海外の人ってイニシエ清き革バッグを大切にする人多いですよね、うん、ところでランキングって何で決まるの？今回のランキングは、1位になると、ツタヤに DVD でホラー DVD が出るんだけど、そこに出演することができるの。1位とかになると俳優さんになれるのね。で、お札と、もう一つ陰陽師っていう有料アイテム、この2つでランキングが決まる。だからお札と陰陽師っていうアイテム投げてもらえると上の方に行く。で、俺は今3つのカテゴリーに分かれてて、最終的には全部一緒になるんだけど、予選20位に入らないと予選通過できないの。だから今26位、予選漏れ。匿名取表口さん、ありがとう、お札ありがとう。しました。だから基本的にふわっちはアイテムの数で決まると思ってください、無料アイテムと有料アイテムで、有料アイテムの方がポイントが加算が高いって感じ。要は貢がれれば貢がれるほど得点がつくっていう。秋月リリさん、お札をプレゼントしました。そう、まあ、得点はイベントのたんびに違うので、例えばCM に出るとか、あと雑誌のモデルになるとか。今回はDVD の俳優だね。ミンクさんいらっしゃい、こんばんは。そういう感じで毎回そのランキングポイントで決まるね。秋月リリさん、もみじのアイテムは何？もみじのアイテムは延長チケットがもらえる。だから1回3つ揃うと延長チケットがもらえる。今回の陰陽師とはまた別のイベント。こんばんは。はい、こんばんは。イカ娘ありがとう。こんばんは。その都度その都度違うね。イカ娘さん、お札をプレゼントしました。お札ありがとう。で、俺の配信。イカ娘さん、お札をプレゼントしました。俺の配信画面だとランキング今自分が何位なのか分かんないから、ランキング今何位だよって教えてもらってるの。ミングックさん、お札をプレゼントしました。見てる方は何位って書いてあるんでしょ。視聴してる方はランキング何位って出てるよね。俺の方には出てない。なんでなんだ、俺の方に映んないと俺確認できないじゃんね。今何位なんだろう。多分さっき26位って言われたから多分下がってないと思うんだよね。多分26位だキープじゃないかな。秋月リリさん、いつまでにランキングが入らないとダメなの？今26だ。リミットはいつ？今は26位だよ。リミットいつだっけ？ヒデ05023、26位だよ。予選いつだっけ？予選いつまでだっけ？お知らせっていうのに書いてあるんだけど、いつ前だったっけな。ふわっちの運営さんからお知らせが来てるはずなんだけど、ちょっと確認してないな。いつまでなんだろう。リリちゃんね、お知らせっていうボタンを押すとね、トップページに行ってお知らせっていうのを見ると、運営さんからお知らせが来てるはず。そこで多分詳細書いてある。明日まで3日間。明日までか。明日までに20位に入って、そっから何位になるかか。あー、今回もダメかな。1回も1位取ってないよ。1回もなんか得点になってない。ただあれだ、昔あるわ、古い時にふわっちからタオルもらったわ。ふわっちタオル、どこ行ったんだろう。のんちゃんいないから分かんねえな。1回でいいから1位取って、でも今回出演してみたいな、俳優やってみたいから。キノッピーさん、11月18日までに1位にならないといけないの？いや、なんか運営さんの細かいお知らせに書いてあるよ。よく運営さんからお知らせ来るでしょ、トップページに。なんか下の方にお知らせってボタンない？そこに詳細書いてあるよ。今回はなんか DVD、 ホラー DVD っていうイベント。昔はね、どうでもいいイベントばっかりだったけど、最近イベントに力入れてるから俳優はやってみたいよね。
映画撮る現場に入ってみたい。イベントの内容は毎回変わるね。前回の雑誌も良かったけどね。キノッピさん、和田監督が俳優は見てみたいな。応援して。俺も俳優やってみたい、うん、演技やってみたいから応援して。何位までが俳優できるって書いてあったっけ。5位までだっけ。出演できるのは5位までだっけ。何位までだったかな。ちょっと俺も詳細確認してねえから分かんねえな。いつ前だったっけ俺の迫真の演技。 DVD でね、一生ネタになるじゃん。三人を騙す生活は楽しいですか。出演者は決まってないよ。キノッピさん、出演者とかは決まった。たかしさんがどうでかそうだから無断言う向いてそ。出演者とかはまだ決まってない。まあ声かけ始めてるけどね。声かけ始めてる、うん、3顔に全てが出てますよ。キノッピさん、この前を応募してたような。出演者じゃない、スタッフだよ、募集してんのは。出演者は別に、常に受け付けてはいるけど、応募はまだしてない。週月リリさん、引用紙売り場には18日までがオーディションと書いてあるけど。18日までがオーディションだったら、18日までに何位になるかだね。まあ、詳細はね、お知らせ見てもらえると詳しく運営さんが書いてるから。詳細が、サンタだ花火が欲しいだけの生活。ケバさん、本気でやってる人には失礼だよな。金さえ積めばいいとか。サンサラリーマンと同じですね。週月リリさん、引用紙ってこれかな。キノッピさん、うわちもイベント始まるのはいいけど期間が短縮。お払いだ、お払いだ。週月リリさん、いっぱいお払いしました。ありがとう、リリさん。お払いありがとう。そうだね、期間が短いよね、準備期間がね。ボン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 イベント入ってるからね。ありがとう、リリ。お払いありがとう。払い、払い。陰陽じゃなかったね、お払いだったね。三目が笑ってない。そうそう、これがね、ランキングポイント上がるの。このアイテムでいいのかな。そう、このアイテム、このアイテム、このアイテムがランキングポイント上がるの。ありがとう、リリー、ありがとう。そう、このアイテム、うん、携帯カクカクする。キノッピさん、急にイベントが始まるとふわっち配信者の心の準備とかできなくない。できない、できない。さん苦しいね。毎回毎回ポンポン変わるから、うん、毎回ポンポン変わる。アルスさん、アルスさん、お札ありがとう。3個プレゼントしました。お札ありがとう。さん、何がしたいのかもわからない生活。ありがとうございます。ありがとうね。週月リリさん、よし、みんなで和田さんを俳優にしようぜ。俳優にしてくれる、うん、俳優にしようぜ、うん、俺の迫真の演技、
小松中さん、ワドツ。小松さんいらっしゃい。3個びてアイテムもらうだけの生活。キノッピさん、一回俳優経験すると自分の映画撮るときに教えるから、この企画もなかなか良いね、うん、あと撮影現場のね勉強にもなるし、そう、自分がやっぱ俳優やっておくとね、演技どうやってやるのかとかね、段取りがわかるからね、うん、週月リリさん、演技力は私が保証するよ、めっちゃすごいぞ、笑い飯んだろ保証してくれる、うん、演技力あるよ、任せて、俺がちゃんと映画できるんだっていうことを俳優やって証明するからクラリネットは嘘をつかないさん、俳優バック磨き職人で、ホラー映画でバック磨き職人の役あるかなさん、情けない、あるかな、クラリネットは嘘をつかないさん、ホラー映画のやわら、ホラーだよね、確か今回ホラーだよね、週月リリさん、それお祓いじゃ、お祓いじゃ、週月リリさん、一回お祓いしました、お祓いありがとう、リリお祓いありがとう、サンキュー、ありがとう、最近ふわっちいい企画ばっかりだね、いい企画連発してるよ、週月リリさん、おいそこの情けないとつぶやく声力のない君もお祓いしてもらえよ語彙力がないとかキレッキレだ、キレッキレだね、キレッキレ、もう3時か、週月リリさん、ではお祓いしますアホに語彙力がつきますようにアホに語彙力払いたまへーって、週月リリさん、一回お祓いしました、アンチの語彙力のない君が君の汚れを払いたまへーって、ありがとうリリー、ありがとうリリー、ありがとう、どう、ランキング変わった？ランキング上がった？上がらない？キノッピーさん、ランキング変わらない、何点差なんだろうね、パソコンだと見れるんだけどね、携帯だと何点差かわからないね、
じゃあみんな頑張ってるんだね。手強いね今回。みんな俳優やりたいんだ。そうだよね、推しの配信者がね DVD になったら面白いもんね。そっか。週月リリさん、みんなで協力しようよ。私は携帯だから見られない、うん、ありがとうリリ。携帯だと見れないよね。パソコンだとね、今何点差とか全部出るんだ。ランキングっていうところを見ると。週月リリさん、お払いの弟子になってくれよ。お払いしてくださいませ。週月リリさん、このランキングってその日までの平均値なの？うん、積み重ねていく感じだから、あのアイテムが上がるとランキングのページに行くとポイントが書いてあって何点差とか全部わかるよ。多分そのランキングページでその DVD っていうところをクリックすると今ワード何点って全部見る。だからトップページに行ってランキングっていうところをクリックしてみれば、トップページに行ってランキングをクリックして、でその後 DVD の項目クリックすると、俺が何位か書いてあるはず。まあそのお払いの中でも3種類あるから、俺がエントリーしてんのなんだっけ、肺病院だっけ、だどっかに俺がいるはず。26位に予選通過は20位までかな。まあルールとかも全部書いてあるよ。平均値じゃなくて積み重ね型かな。だからイベントによってねルールが違う。うん。週月リリさん、お払いのやり方はこうするんだよ。えい。悪霊退散。悪霊退散。ありがとう。週月リリさん1回お払いしました。ありがとう。お払いありがとう。リリちゃんありがとう。一回だからあれじゃん。ランキング見てみるといいよ、トップページに行ってパパッと確認できるから。俺見てこようか。見てきたら放送止まっちゃうか。見れないか。リリちゃんはもともと何、作詞家なの？もともとアーティストだったんでしょ？週月リリさん、見てこようか？あ、見てきていいよ、全然。待ってるよ。1分、2分ぐらいで多分見終わると思うから、うん。ランキングっていうページね。トップページのどっかにランキング、下の方かな？ランキングってあるから。それの DVD をクリックする。週月リリさん、うん、待っててね。待ってるよ。
きのっぺさん、今回のイベントは廃校と病院とトンネルの3つに分かれてるんだね。だいたいね、予選の時は3つに分けて、で各その20人ずつの60人がトップを争うっていう、予選が終わったらね統一されるの、そういうね感じ、毎回毎回、毎回そういう感じ。あのこういう得点がつくイベントは3つに分けて本戦統合っていうやり方。俺は病院だっけ、廃校か、俺が選んだのは廃校だね。なんか適当に選んだから。学校の階段っていう映画面白かったな、小学生の時見に行ったけど、好きだったな学校の階段。秋月リリさん、ただいま。お、早かったね、お帰り。見れた？いた俺、和田監督。いた？徳奈さん、クモ男が出てくるやつ？クモ男、いや、シリーズが何個かある。俺は66日。病院選んだ人は予選合格できるまで行ってる？よく意味わかんないな。秋月リリさん、1位はアイラ。アイラはねすごいよね、アイラぶっ飛んでるね。アイラ俳優とかやるのかな、顔出しすんのかな。1位アイラか、まずはでも予選通過からだね。結構ポイント差離れてた。キノッピーさん、5位は病院選んだ朝比奈。朝比奈5位か、病院ランキングで。まあ、とりあえず明日までに予選突破できればまだワンチャンあるね。もう予選から落ちちゃったらイベントに参加できないから、そもそも参加資格がなくなるから、まずは20位に、明日の終わりまでに20位になってることが条件だね。ホラー映画ってどんな脚本なんだろう。秋月リリさん、何位との差を見てこようか。ね、20位が何ポイントで俺が何ポイントかっていう問題だね、一番大事なのは。今現時点で20位が何ポイントで俺が何ポイントかで、あと何ポイント足りないのか分かるって感じだね。圧倒的に離されてたらもうダメだね。でもまだ少しの差だったら、あの間に合うかもしれない。今日と明日頑張れば。秋月リリさん、オッケー。オッケー、ありがとう。朝日奈か。まあ女の子がね出た方がね、ホラーは絶対いいからね。アイラは何役になるんだろう。アイラ強えよな、アイラすごい。ふわっちの帝王だからね。
ハンターハンター絵うまいよな。トカシさん絵うまいよね。クロロってこんな顔だったっけ。なんか最近また絵変わったよね。ベッキーさん、あれか歯磨き終わってた。終わったよ、終わった終わった、結構前に終わったよ。ペッキーさん、夜中に便所掃除のペッキー。偉いじゃん、トイレは綺麗な方がいいよ。ペッキーは夜中にトイレ掃除だよ。ぬん。ぬん。キノッピーさん、 YouTube に上がってるハンターケイクルーハンターへの36巻の動画で何で36巻からやったのか気になりました。あのね、36巻からやったのか、なんで、いやまあ最新巻だからっていう、話題性があるからっていうで、インターネットでね、そのネタバレサイトとか結構見てたんだけど、なんかね、そこじゃないんだけどなっていう、なんだろう、ネットに書かれてない情報で気づいた部分があったから、あ、じゃあ先にやっておこうと思って。ほら、ネットの攻略情報とかって結構さ、いろんなもん、何百人とかが考察とかしてるから、すぐ自分が思いつかないこととかさ書かれてたりするんだけど、あれまだ誰も気づいてないなとか思ったから、あ、じゃあやろうと思って、そういう感じでやってみたの。まあ、予言しておこうかなと思って。やっぱ俺もオタクだからさ。まあ、なんか面白いじゃん。ハンターハンター好きのリスナーさんとか集まったら、趣味が一緒のリスナーさん集まったら面白いから。俺がね、予言したのは YouTube に動画載ってんだけど、皆殺しにできないっていう。おすすめの漫画とかを数分の動画にまとめて紹介してほしいです。あ、OK、じゃあ今日のネタそれにしようかな。今日それでやるよ、キノッピー。おすすめの漫画を数分、何分ぐらい、5分ぐらい。おすすめの漫画、 OKOK、 じゃあやるよ。キノッピー、このコメントさ、 YouTube にさ、載せていい？このコメント欄、キノッピーからのリクエストでって YouTube で紹介していい？一応写真撮っとこう。このキノッピーのサムネと写真使っていいのかな。ベッキーさん、パーフェクトブルー感だよ、ぬん。キノッピーさん、大丈夫です、お願いします。あ、じゃあキノッピーからのリクエストでって紹介するよ。このおすすめの漫画とかを数分紹介してほしいっていうのを貼るよ、動画の冒頭に。 OK、 じゃあ使わせてもらうね、キノッピー。パーフェクトブルー見た？
よかったでしょう。キノッピーさん、了解です。パーフェクトブルー見た見た、どうだった感想、パーフェクトブルー。いいでしょう、コンサート誌見ちゃったか。好き嫌い、あれはまあ解説とかいらない作品だからね、見たらわかるっていう作品だからわかりやすいし。ベッキーさん、ラストはシマスくんだよ。ラストでもなんかこう現代の配信者の女の子とかあんな感じだってよくわかるでしょ。結構好き、あ結構好き、あれが一番ダークより、あのデビュー作なんだけどサイコホラーみたいな感じで、でそっから先はねどんどんねもっとポップな感じになっていくね。次におすすめなのはあの人の作品だとパプリカ、パプリカだね。次はパプリカはどちらかっていうとあの夢の世界にダイブするっていう話なのね。そのなんかこう研究機関開発した夢の中に潜り込むっていう装置があって、でそこの案内人で研究室の女の子はパプリカっていうキャラクターになって夢を案内するっていうのだけど、夢が暴走していくの、とある人の夢が、で夢なのか現実なのかどんどん分かんなくなっていって、あれってこれどうなってるんだっていう世界を描いたのがパプリカ。パプリカも面白いよ。でパプリカとかよりもどんどん、タコさん、サムネ変えると良くないで、誰か分かんなくなるから。そうだね、サムネ変えると誰だか分かんなくなるね。だからね、もう少しどん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 工作がポップ。妄想代理人も見た、うん、ジェパプリカと千歳女優見 る。妄想代理人は死ぬ前の作品なんだけど、俺はね正直やりすぎっていうか、なんかもうわけ分かんなくなるなっていう、なんだこれっていう、もうちょっと迷走してたのが俺は最後の作品だと思ってる、やりすぎてる感じ。俺はあんまりオチが好きじゃないっていうか、途中まで良かったんだけど、妄想代理人微妙かな。シュートつぶりさん、スマホ調子悪くて見れないから、うん、誰か見てきて、うん、あ調子悪い、じゃあ俺この枠で一旦休憩取ります。皆さんお疲れ様です、また後で放送します、ありがとね、お疲れ様、おつおつ。ベッキーさん、ちょっと焦った感というか詰め込みすぎたね。貧乏神アット妖怪さん、おつです。終月リリさん、オッケー。ベッキーさん、お疲れ。